道、畜草絵でにより、元神経785年は、東大の政治家、諸家、字は清美。本願は、老野軍林義圏。中国史でも屈指の中心とされ、また、東大随一の学者、芸術家としても知られる。元氏は、老野軍林義圏を本願とする名家であり、陸朝時代以来、多くの学者を輩出した。元神経の五世の祖には、 元子家君の著者である顔の水、その孫には、漢女中の著者である顔氏に西へがいる。元子一族は、継書の一つである、主来と、春秋差しげを科学とし、また、漢女の学でも知られ、特に訓古の方法を用いて、古典の研究を行ってきた。そこで世に、学科と称された。また、野水の祖父の顔見えん、兄の顔のギラ、 説義をもって知られる人物が多いことでも知られる。加えて、元子一族は、諸芸術に秀出た人物が多いことでも知られ、未縁の祖父の元頭の、死西への弟の顔金礼その子の顔に秋ほらがいた。元の水は、諸が元子一族の家業の一つであることは強調しながらも、諸だけを得意とする人間になるのではなく、学芸と特技を持ち合わせた人間になることを求めていた。 吉川忠夫は、元神経は、以上に述べた元神一族の特徴をよく持ち合わせた人物であると指摘している。元神経は、当の中層の慶竜三年、元秋保の子であるこれさだの第六男として生まれた。母親は陰仙友の妹で、幼名は、専門誌、字は、清美である。幼い頃に父親を亡くし、特に母とおばの正田めの手で養育された。 元二22年、26歳にして紳士に求大した。その2年後、下級求大者を対象にリ部ブが主催する任用試験に合格し、秘書省の高所郎に任命された。ここでは、転籍の皇帝を職務とした。さらに、天保元年、34歳の時に、分子周一化の試験に合格する。これにより、慶長不礼宣言の検証となった。 その後、長安県の県城に移り、当時の寛解の出世コースを歩んでいた。やがて神経は、観察漁師に昇進し、再三にわたって、地方の査察を命じられる。この際、心身から死を送られた。たびたび不正の断劾を行い、電柱侍漁師に昇進するが、これによって、吉地と対立し、彼とつながりのあった献身のよう国ただにうとんじられ、 尊き裁法師の時間に転出させられる。しかし、再び電柱侍漁師に任命されると、天保9年には、元祖御政の書を歌詞される栄誉を受けた。結局、よーくただとの確執は解決しておらず、天保12年、45歳の時に、平原軍大使に転出させられた。この時にも、心身は神経に、長編の死を送っている。元神経が、 平原大衆に移ったのは、安六山がまさに反乱の意思を固めつつある頃であった。神経は安六山の不穏な動きを見て、城壁の修理や堀の整備、食料の準備などを密かに行っていた。天保14年、安氏の乱が勃発し、安六山は洛陽を目指して挙兵した。その頃、城山軍大将を務めていたのは、俗兄の元高司教であり、 神経は彼と共に安禄山に反抗する決意を固め、義兵を挙げた。河北や山東の各地が安禄山の勢力下に帰属する中にあって、神経、高志教が味方として軍を挙げたことに幻想は狂気したという。天保十五年、定山軍は落城し、元高志教は安禄山によって斬殺された。一方、元神経は清川軍の利と結び、 義軍を占領していた安禄山の軍を撤退させることに成功した。しかし、河北の選挙区は次第に不利に傾き、使命の攻撃によって平原、清川、白兵以外の軍は陥落した。元神経はこのまま座視しても敗北するだけであると考え、取得元年に平原城を捨て、当時霊部に避難中であった宿層のもとへと向かった。取徳2年。 眼神経はようやく、縮層の元にたどり着き、越権が叶った。神経は、県部少書、吉大部として職務に当たった。この頃、安独山が、息子の安慶所に殺され、同年に縮層は、長安に帰り、眼神経もこれに従って、長安に戻った。採鉄文庫台湾国立呼吸博物院像をしかし、直言をはばからない、眼神経は、再び煙たがられ、 川の収支し、尿収支し、昇収支士など地方を点々と移動することとなった。採鉄文庫、総財帳などはこの頃作られた作品である。その後、一時期中央に復帰したが、永代二年に州の別家後の職になるなど、再び地方を点々とした。大歴三年からは、武修拉津士を務め、この頃に、マコ仙壇期、貴婦人仙壇費、 花宗止め戦団碑など、同郷ゆかりの作品を多く残した。大歴七年からは、古州史史を務める。大歴十二年、六十九歳の時、古州を離れて、長安に戻り、理部少書となった。元神経は、朝廷の儀礼の再整備を行い、礼儀修を表した。しかし、最初の路期は神経を極度に嫌い、反乱を起こした歪南制度を節度師。 理望み列を設有する特使に認じた。眼神経は周囲に行かないように説得されたが、皇帝の命であるとして、これに応じ、向かった先で理望み列に捕らえられた。理望み列は神経を利用しようと試みたが、神経の等はさえの忠誠心は不変であった。神経は、最終の達を記事に身元を移され、最終帳を表すと、殺された。上限元年。 神経は77歳であった。神経の亡骸が長安に戻ると、特捜は哀悼の意を表して、懲戒を取りやめた。元子は、元神経以前より、脳書家の家系として知られており、神経も早年期には長局に筆法を学び、書論、長長子十二位筆法記を残している。神経は、初頭以来の流行である、王義子流の流霊で、清掃な処方に反発し、 その三頭演備の解放は時代を代表する革新性を持っていた。彼は造法の技法を確立した。力強さと穏やかさと兼ね備えた独特の解消がその特徴である。伝説では眼神経が貧しかった頃、屋根裏に染みた雨漏りの跡を見てこの処方を編み出したと言われている。おじ、顔おもとが編纂した貫禄辞書の規範意識に基づく、 独自の字型を持つ者も,も多いが、その字型は当時標準とされた解消とは異なり、正当的な王儀師以来の解消の伝統を破壊するものであったため、賞賛と批判が評価として入り混じっている。これらの解消は、顔からだとも呼ばれ、解消の四大家の一人として後世に大きな影響を与えた。解消作品には、顔人へ病費、誠戦断機、多方刀費、 元ンツと礼儀などがある。多方逃避編集、多方逃避の憲劇は、天保11年。大学は、上広氏の礼書、碑文は神経44歳の時の会書、千文は、神による。大学の礼書は、大東大多方法道官王碑の8文字、碑文の諸行には、大東最強潜伏寺多方仏党官王碑文とある。この石文は、 長安の潜伏時に直命により混流したもので、僧の素金が潜伏時に多方等を混流した由来を記した石踏みである。現在は西安麒林に移されている。現存する神経の作品の中では最も若い時のもので、後年のいわゆる岩砲と称される風骨は未だ十分に発揮されていないが、肘にあまり損傷がなく、 旧宅もあるため会所の手本として広く用いられている。ガンツとレイヒ編集、ガンツとレイヒガン神経線、書、ガンツとレイヒの顕討は、権限2年と、大歴14年の両説ある。神経の総祖,祖父の顔金礼の防費で、神経の線並びに、書の会所比である。飛行は268センチメートル。 幅は92センチメートルの四面国であったが、最後の名文のあった一側面が、壮大に石材として利用され、削られたことが、金石録に記録されている。石踏みは長く、途中にあったため文字が鮮明で、技巧的に洗練されて、筆がよく咲いており、願法を学ぶ上に最も重要な資料である。カオジエ病編集、カオジエ病の顕討は、顕中元年、 神経72歳の時の解書費である。天額は、利用表の書で、顔氏家病の人産業に入れてある。神経が、父のこれさだのために病を作り、石踏みを立てて顔屋の履歴を自ら述べたもので、西安避林に現存する。飛行は345センチメートル、幅は160センチメートルの四面国で、両面は、各24行、各校47時、両側は、 各六行、各項五十二字あり、全部で二千字を超える力作である。石踏みの保存もよく、拓本も多く伝わっており、神経の会所の代表作である。行所に関しては、会所と異なり、書の達人として、王義氏に匹敵するとされており、文句なしの賞賛を受けている。異木が多く残り、流中市長、総財長、斎鉄文項が特に有名である。総財長、 編集官中本、総財庁は、広ろ二年、神経五十五歳の時の書。神経が、右牧屋の任にあった、各英外に送ったと見られる手紙の総稿。内容は英外が、百貫集会の折、財を乱したことに対して、朝廷の権威を損なったとして抗議したもの。採鉄文行、採白文行と共に、眼神経の参考と言われた一つ。 親戚は伝わらないが、西安比林にある冠中坊が最も信頼できる国本とされる。採鉄文庫、編集詳細は採鉄文庫を参照。元神経は儒学者として秩序を強調する古典の復興主義者であったが、時代の大勢に順応し、同時に神仙、道教、仏教の思想的影響を受けており、総学の先駆者としてその方が生み出すことができる。 岩神経の影響を受けた書家には、工房大師、井上祐一、坂木博山らがいる。空海が塔に入った頃、関与が王義氏を否定して、岩神経を商用する主張を行っていたため、空海が岩神経の処分を好んだのではないかと、坂木博山は推測している。日本でも、中国でも、過去の歴史においては、書道においては、王義史流が主流派であったため、 元神経が評価されるようになったのは、書道会でも実は最近のことである。日本では、朝賛集が元邦の開拓者として名高い。2019年2月に、東京国立博物館で特別展、元神経を義士を超えた名筆が開催された。台北の呼吸博物館から貸し出された採鉄文庫などを展示し、平日でも1時間以上の行列ができるほどの人気を、 白した明治期に水園道成が入手後、第二次大戦で消失したとも言われていた幻の名品、5バズかも90年ぶりに展示された。ありがとうございます。